神王一美は、日本神話に登場する女神。古事記にのみ登場する神で、スサノオの命の系図に登場する。大仙津謙信の子で、クシナダ美めの次に、スサノオの命の妻となり、大都市神とウカの御霊神を生んだ。二柱のお子神はどちらも濃厚に関係のある神であり、神王一美も、また濃厚神、食料神として信仰される。神の神は、 神霊の発動の激しいことに意見して関する、説盗後、大は、偉大、立派、私物物交換をするために人が集まるところを表し、名義を、交互しい、立派なしと考えられる。このため史上の守護神として信仰される。また山の神は、陸海問わず物々交換の市場を提供する、能力があったため、大戦津検神の分身として神を一尾目を表彰すると考えられる。 神社の祭神としては、大年御祖神の神明で祀られることが多い。スサノオの系図青はオ神赤は女神大内津謙神の娘で、スサノオの命との間に、大年神とウカの御霊神を生んでいる。などがあるが、スサノオの命やこの大年神、ウカの御霊神を祀る神社は、非常に多いのに比して、極端に少ない。 奈良県桜井市にある三世紀中頃の築造とされる橋墓古墳には、宮内庁事情として、大志望の名がある。伏見成大社の上屋城祭神、近江大宮農売大臣は、雨の渦めと、同一視されることもあるが、これを、二十二社中式、稲荷神社校では、大一悲鳴命にあてている。ありがとうございます。